ターボチャンネルのターボです。今日は、自分が持っている短波ラジオですね。短波ラジオで、3機種あるのですが、中国国際放送をですね、受信確認してみたいと思います。それで、中国国際放送なんですが、時間は毎日夜の7時から8時までの放送。周波数ですが、7325MHz と、9440MHz。で、今日は、7325MHz で受信確認をしてみたいと思います。まず、最初なんですが、エルパさんのERC57WR で、まずは受信してみたいと思います。中東佐藤のやるみみきです。この番組、キーワードチャイナでは、新語、流行語や、古事成語、ニュース用語など、今の中国を読み解くキーワードを、あらゆるジャンルから選び、意味だけでなく、背景も。はい。次は、こちらです。ZWS-8801 で受信確認をしてみたいと思います。目指してリラックスしてお楽しみください。準備の方はよろしいですか？中国では毎年12月にその年の流行語ベスト10が発表されます。はい。そして最後ですが、HX データの D808 で受信確認をしてみたいと思います。年の後半をご紹介します。一つ目は、宣言を目指す存在。体験や生活から人々の注目を集める人のことです。宣言法の宣は、顕微鏡の剣の左側、作りの部分ですね。はい。はい。3機種で受信を行いましたが、自分の中でのベストスパイは HX データの D808 でした。D808 の方が、フェージングノイズも若干ですが、こちらの機種の方が少ないような気がしました。で、残りの二つの機種なんですが、やはりね、ZWS の -8801 と、それから、エルパさんの ERC57WR は、どうしても聞いた感じちょっと、ノイズとフェージングが入りやすいかなと思いました。FM は、3機種で聞き比べをしたんですが、そんなに変わりはなかったです。はい。以上で、今日は終わりにしたいと思います。チャンネル登録をお願いします。